印西市の古道と道標シリーズ第16回の今回は、日高から山田までの道を探索してみました。かつては、印旛沼に沿った一本道であったためか、人家も少なく、道標などの石造物もありませんが、昔と変わらぬ風情が残ります。